こんにちは、シーバードです。今回はブラックスターのミニアンプフライをご紹介させていただきたいと思います。このブラックスターロゴが特徴的ですよね。インパクトが強いです。ブラックスターは元マーシャルの開発者の人たちがですね、新たに立ち上げたブランドです。なので歪みのイメージ強いですよね。アンプだったりエフェクターだったり。このフライはですね、 3W のミニアンプなんですけれども、現在発売されているミニアンプの中でもかなり小型な方だと思います。まずサイズ感を見ていただきましょう。こちらボスの OD3 コンパクトエフェクターのですね、だいたい2つ分ぐらい、非常にコンパクトです。このコンパクトな中にもですね、しっかりした機能がついております。昔は大きめのアンプを部屋に置いておくっていうのがですね、結構ステータスだったりしたんですけれども、今はどれだけ小さくて良質な音が出るか、卓上でコンパクトにギター遊びができるっていうのを重視しているような時代な感じがします。まずはこのフライの機能性を見ていきましょう。先ほどお伝えした通り 3W になります。そしてこの小さいながらもですね、2チャンネル、オーバードライブのオンオフがあって、クリーンとオーバードライブの2チャンネルに分かれています。そしてブラックスター特有の ISF、 ここのつまみになります。 EQ って書いてますけれども、これはブラックスター独自のコントロールで、右に回すと UK、 左に回すと USA ロック寄りなサウンドになると。かなり面白いつまみです。そしてそのお隣、こちらはですね、ディレイがついております。つまみはタイムで、ここがディレイのレベル、リバーブっぽい感じにも使用できます。そしてつまみはゲインとボリュームというふうな感じで、シンプルながらもチャンネル切り替えのボタンと ISF でかなり幅広いサウンドを楽しむことができます。そして右側なんですけれども、ここはですね MP3 ラインインということで、フォン端子からですね、まあ、iPad だったりとかスマートフォンから音楽を流すことができると、まあ、スピーカーとしても使用可能ということです。そしてその隣はフォンですね、イヤホンでも楽しむことができます。まあ、鳴らした感じのイメージとしてはですね、非常にブラックスターらしさも出ていて、マーシャル寄りなサウンドです。オーバードライブの切り替えはありますが、ズンズンリフを弾くような感じの音は出ないです。オーバードライブ特有のジャリッとした感じですね、クランチからジャリッとしたところまでを出せるようなアンプになっております。ちなみにですね、電池とアダプターどちらでも駆動します。電池だと単三が6本、電池だとコードも気にせずにどこにでも持ち歩けるので、ギターとシールド、これさえあればどこでも音を鳴らすことが可能です。では音を鳴らしていきたいと思います。パワーオンと、まずはつまみフラット状態、12時状態でいきたいと思います。12時するとですね、ディレイもオンになります。こんな感じです。うん、いい響きですね。EQ、ISF をゼロにすると、ちょっとジャキッとしたような感じになって、で、10にすると、ちょっとモコッとしたような感じになります。なのでシングルっぽい感じにしたいと0、こんな感じで、逆に太めにしたければGにするというふうな感じですね。じゃあオーバードライブオンにしてみましょう。これね、ボリュームが一気に上がっちゃうので、若干ボリューム絞って、で、ディレイをね、ちょっとリバーブっぽい感じで、使っていきたいなと思います。もうちょっとね。うん、こんな感じで。そして、今ゲインはフラットなんですけれども、ピッキングのニュアンスがしっかり出てくれるので、ギターの方でボリュームをちょっと絞ると、
じでですね、ギターだけでも遊べます。というふうな感じですね。では原因をマックスに上げてみます。ISF を10にすると。で、0にします。ISF を0。非常にいい音ですね。メタル系のリフをズンズン弾きたい人にはちょっと物足りないかもしれないんですけれども、クリーンからクランチ、オーバードライブ、サウンドはもう全て兼ね備えているようなアンプになります。しっかりとピッキングのニュアンスを拾ってくれるのと、あとディレイがある、これは非常にでかいですね。なかなかね、売ってるのを見かけないんですけれども、ぜひぜひ見かけたら試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。